バスプ航空百六十八便墜落事故とは、九百八十二年六月八日に、サンパウロ発ブラジルフォルタレザ駅定期旅客便のバスプ、航空百六十八便が着陸のための、降下操作中に墜落、搭乗していた百三十七人全員が死亡した、航空事故である。この事故はブラジルで発生した、航空事故としては、当時最悪の事故であり、二千十八年現在では、 タム航空3054便オーバーラン事故、ゴル航空1907便墜落事故に次ぐ大事故である。168便は事故当日、最初の工程をブラジルサンパウロ発リオデジャネイロ行きの便として通常通りに飛行後、リオデジャネイロを出発し、ホルタレザへ向かった。同期がホルタレザに近づいた際、巡航高度のフロリダ330から5000フィートへ、 降下するとの完成の許可を得た。夜間、前方にフォルタレザの街の明かりが見える中を飛行中、ボーイング727は、完成からの承認限界の5000フィートを過ぎても、降下し続け、2500フィートの散腹に激突し、登場していた137人全員が死亡した。調査により、高度警報装置が2回警告し、また副操縦士も、 前方の地表を警告したにもかかわらず、機長がクリアランスリーミットの5000フィートを過ぎても高架操作を続けていたことが明らかになった。機長は前方にある街の明かりにより方向感覚を喪失した可能性がある。高架操作を続けたため、168便は高度2500フィートの位置にあった樹木の茂った山腹に衝突し墜落した。 コックピットボイスレコーダーが最後に記録した音声を翻訳した投本から引用。FO イコール副操縦士キャプテンイコール機長 FO 前方にいくつか丘があるのが見えますかキャプテン、え。何があるんだ ?FO、丘ですよ、ありませんかコード警報音、衝突音、機長の悲鳴。ありがとうございます。